皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよ。さあ今日はですね、はい、今日撮って明日出さなきゃいけないから編集できないということで、はい、ちょうど10分間で撮り終わるとノー編集でお送りしますということでね。ノーカットでね。そうです。すごいですね。これだ、ここにつけるんですか。置いとかなきゃいけないです。ベルが鳴ったらもう強制的に終わりですから。問答無用で。はいはい、わかりました。これちょっとマイクに近いとこカチカチがうるさい。カチカチはうるさいですね、はい、なぜそれを使ったのか、はい、さあ今日はですね、はいはい、何やるんですか。4周年爆絶感謝ガチャっていうのがあるらしいので、うん、それをノーカットで10分間でお送りしたいと思いますので。5分ぐらいで終わらせましょう。うん、ダメダメ、それも問題、それも問題なの。それも短くても問題なの。そう、あのこのやり取りがちょっと長くなる要因じゃない。始まりまーす。ピポさあ小西くん。ポンだよ、ポンポンじゃない、ポンだよ小西くん。今日は爆絶感謝ガチャ。何なんですか爆絶感謝ガチャ。ユーザーの皆さんに、うん、あの今まで4年間応援してくれてありがとうございます、うん、どうぞ皆さんガチャを引いてくださいっていうイベントです。あ、じゃあプレゼント、プレゼントです ね、はい、なるほど。なので引くと、うん、星6の、うん、レベルマックス足すマックスのキャラクターが必ず1体手に入る。緑の亀いらないの。緑の亀いらない。じゃあ緑の亀も緑のなんか、緑の猿もいりません。あ、猿なの。亀亀。あ、緑の猿は緑のこんな話してる場合じゃない、うん、緑のあのトカゲみたいなやついらないの。あのヒットポイントを上げる子ケンチですよね、うん、ケンチとか。あの子が足りなくなるよね。ヒトポタスとかね。ヒトポタス足りなくなるでしょ。足りなくなるわ。だから合成はあの大成功アップの時にやってください、うん、やっぱあの緑の光が光らないとダメなんだ。緑の光がそれ何か分かんないけど、いやじゃあ大成功の時ピーンって光るからみたいな。ピーンピーンってなるやつね、うんうん、あれじゃないとダメ。あ、もったいないもったいない、うん、僕はあれでいつも合成してます。それではい、この虹玉で弾けますって書いてるんですけど、はい、この虹玉っていうのを持ってないんですけど、虹玉っていうのは、うん、この属性のボタンありますよね5つ、うんうんうん、これをどれかを押して、うん、ガチャの画面に行ったら出てきますから。じゃあそんな虹玉で弾けるって書かなきゃいいじゃん。え、お文句もうじゃあやめる。いや弾きます。俺が適当に属性選んで弾きます。弾きます。痛いやん、痛いやん。さあじゃあ小野坂さん、はい、何の属性いきますか。だからさっき見てもらったら、はい、俺には光が足りないと。光すべて足りない。ん、光だけじゃない、すべてが足りない。でも強いのは光に集約する。まあでも小野坂さんはね、うん、言うたらスーパースターですから、スーパースターは光があった方がいいんじゃないかなっていうことで、うん、あ、じゃあ光だこれ、うん、そうでしょ、光を選ぼう。そうそう、モンストで一番になるためには光、うん、光一番が光を選ばないとね。光を選ばないと。4周年爆絶感謝ガチャ、はい、ガチャれば必ず光属性が当たる星6。ここもガチャルにしたら属性変えられませんからね、うん、え、だから光でいいんでしょ。もう好きなやつでいいですよ、これランダムで。好きなやつとかだから教えてもらわないと分かんないっつってでしょ。なんかそういうなんか上から教えてください、よろしくお願いします。なんかちょっと僕は教えてほしい、教える気がしないです。教えてほしいの。ん、どうしたんだいマサヤ君。じゃあ光でいきますね。光でいいんじゃないですか今回は。はい、光属性よろしいですか。よろしいですね。はい、あ、え、昨日がよかった。何言うの方が、何何、これで、うん、これキラチョ虹玉、はいはいはい、これを引くと、うん、ランダムで5体光づくりのキャラクターが出ます、うん、それってもう決まっ、え、5体しかいないの。光属性のキャラクターいっぱいいますけれども、その中からランダムで、え、じゃあもうここでもう決まるんだ。そう、5体だけ出ますんで、その中からここでも外れるかもしれないわけね。じゃあ外れなんてない。ナチョスばっかりになっちゃうかもしれないよ。これナチョスは木属性だから出ない。光属、安心、そこは安心してください、うん、安心、はい。ただ、うん、フィリップ金光は出るから。フィリップ金光。フィリップ金光持ってないから欲しい気はする。アンチ重力プラスマインスイーパーだから、あいつ使えますぜ。本当、フィリップ金光、そして号令持ちだから。あ、そうだね、あいつ使えますから。昔は使えたってやつ、めっちゃ使えました、フィリップ・カレミス、うん、今も使えます。本当、フィリップ・カレミス、フィリップ・カレミス、はい、はい、フィリップ・カレミス引きしたらいいんじゃない。え、どうやって。携帯こう持ってるから、うん、こうやって引けばいいんじゃない。こう、こうやって親指でこう、うん、そう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 、フィリップ・カレミス。なんでフィリップ・カレミス引きって、なんだよ。さあ何出るんだろう。あ、何出る、どう、おお、あはははは。小野坂さん、これいいですね。え、本当にいいんですか。これはいいです。クレオパトラとレンブラントが出てます、はい、この2体超いいです。
クレオパトラは重力プラス回復 M を持ってるから、うん、めちゃくちゃ回復するんですよ味方に当たったら。へー。で、SS がなんやねん今楽しく話しとんねん。ねえねえねえ。 SS がこれ触れた敵に白爆発で追い打ち、うん、白爆発5体敵いるじゃないですか、うん、5体その5体全部にぶつかるじゃないですか、うん、そしたら5体でまた爆発起こるんですよ。でその周りにいるダメ敵にもダメージ入るし、うん、重複してダメージ入るからめちゃくちゃこれ強いんですよね。え、じゃあ回復の子を持っといた方がいいの？これは使いますよ。で、こっちのレンブラントちゃんは、うん、アンチ重力バリアとアンチダメージウォールを持ってるから、うん、あの初心者には優しいキャラクターです。へー、うん、使いやすいですよマルチで。どっちがいい？でも回復した方がいい？難しいなこれ。どっち？まあ最初はレンブラントでいいんじゃない？レンブラントの方がいいの？まあレンブラント、いやー、まあ、危ないこれ。こっちの子は、うん、おっぱいが大きいです。いいですか、うん、見ました。うん、こっちの子は、うん、おっぱいあるのっていう感じです。ちょっと待てよ、うん、これこっちのおっぱいの子は、うん、わらわに歯向かうか、うい奴らよの。なるほど、あの大きい画面で見た方がいいですよ。おっぱいちゃんとおっぱい大きいの。なるほど。この世にはびこる光と影、私が描き出しちゃうよ。なるほど。便利なのはこっちで、なんか回復に特化したのはクレオパトラ。どっちも欲しいな。どっちが欲しいの？どっちも欲しい。どっちが欲しい？どっちよ。俺だってどっちも持ってるからさ、特にいらねえんだよな。お前全部全キャラクター持ってんだろ。だから全部は持ってないんですよ。わらわに歯向かうか。あ、これでも重心化できんじゃん。これ重心化してるやつ。これはもう重心化してるんです。だから強いんです、こんなに。あ、うん、どっち。ええねん、難しい。クレオパトラにする？クレオパトラ、クレオパトラの方が、僕はレンブラントがいいかなと思いますけど。どっちやねん、助けてー。基本はまあだからそのいろいろ使えるっていうのはレンブラントかなと思いますけど。迷いすぎちゃう。じゃあレンブラントがいい、うん、クレオパトラ、クレオパトラ強いですけどね。ここはまああとは趣味、回復があった方が、おっぱいの大きい子が回復してくれた方がいいか、もう何にもない子がいろんなものに適応してくれるのがいいか。でもこれもし、うん、このレンブラントちゃんを選んだ場合、うん、この子重心化する可能性もあるよね。まだね、ありますけどまだ先ですね、結構先。今の段階でめっちゃ使えるから結構先だと思う。でもクレオパトラはもう重心化しないよね。だって何重心化しないよね。もうだって、ね、重心化しないです。だから可能性的にはレンブラントの方があるあるかな。うんうん、ちょっとレンブラントするか。どもうお好きなやつで。なんやねん、もうそれは最後はもう自分ですよ、自分次第。え、これ選べなくなった。え。ちょっと、え、どうした大阪さん。これどうしたらいいの。よくあるまで、一回再起動。このまま、ちゃんと残るの。再起動すればいいの。はい、本当ですね。まさかやで。再起動、本当ですね、はい。これ残ってなかったらどうする。じゃあみんな腹切ってね。何回も何回も押すからですよ。どこの画面出てくるの。どっから出てくるのこれ。これあと何分。あと何分。どれこれ、赤。あと1分だ。あと1分だよ。じゃあレムラントにしますね。はい、何出んのかな、何出んの。やつ、よし、よっしゃ、スーパーレア、レムラント出た。まさかレンブラントが出るとはね。やったぜ、ラッキーボーイじゃないですか。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、まさかということで、小西くんの番です。はい、はい、そしてはい、はい、引いて、そして引いて、そして引いてください。はいはいはい、うまく刺してね。俺のすぐ抜けるからうまく刺して、カバー変えるからもうすぐ。レンブラントか、
これ今、うん、進化の方ですけど、お前の音うるさい、神化した方がいいの？お前の音うるさいな。どっちいい？こっちでいいです。こっちでこっちいいんだ、うん、そっちの方が使えますよ。そうなんだ、いろんなところに連れて行けますから。いろんなところに連れて行ける、うん、なるほど、やったぜ。できた？できた？できた？もうだ、あー！明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。弾けなかったですね。小西くんのやつの接続が悪すぎんだよ。だから悪すぎない。あ、これで大丈夫。はい、オーケー。じゃあ小西くん弾いてください。わかりました。うん、僕は何どっちで？非属性。おお。何が欲しいの？背徳ピストルズ。背徳ピストルズ。ハイトクピストルですね。ハイトクピストルズ。行くぜ行くぜ。見てろ、俺の本気を見せてやる。ほんとやめなさい、あなた。ファビラス。さあ、何が出るかな。ハイトク、ハイトク、ハイトク。おお、なんだこれ。何？ニューって書いてる。あー、バーソロミュー。俺片一歩しか持ってなかったんだよな。ロバーツ。こっちはバーソロミューの、なんだこれ。持ってないでもこれニューってなったからバーソロミューでしょ、もちろん。へー、オーケー。何が出んの？バーソロミューロバーツ。やったぜ、やったやったぜ、俺やったぜ。すごいの、いいのいただきました。ありがとうございます。じゃあやったぜ。今日の小西くんは100点満点中120点。わーい、キャリーオーバー。バイバイ。